さあ本日のイバキラピープルはですね、こちら県庁スタジオにお越しいただいております。茨城県内で初のバーガーイベント、はい、バーガーバカについて、バーガーバカです、はい、こちらの水越さんにお話をお伺いしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。バーガーバカ、はい、水越さんバーガーバカといいですね、随分こう攻めたネーミングですけれども、大丈夫なんですか、何回も言っちゃって、もうどんどん攻めて大丈夫ですよ。もうバーガーバカっていうぐらいですから、はい、もうバーガー好きの、はい、バーガー好きによる、うん、バーガー好きのためのバーガーイベントですね。なるほど、もうバーガーバカしか集まらないっていう、集まってくださいっていう、バーガーバカ、そうです、はい、というわけなんですね、このバーガーバカは、はい、水越さんはどういう、あ、私リーダーシップです。んイーダーシップです。イーダーシップ、はい、イーダーシップです。イーダーシップ、はい、私がイーダーシップですね。すごいリーダーシップみたいな感じで言いましたけれども、アメリカンなんでね、はいはい、イーダーシップ、はい、イーダーシップでよろしくお願いします。イーダーシップの水越さん、はい、水越と申します。まあ、普段は二刀チャーシューバーガーの、まあ、代表をねやらせていただいておりますが、はい、まあ、なんとかこう茨城県内でもうハンバーガーだけを集めたよう なんかイベントをやりたいなっていうのをちょっとまあ去年ぐらいから実は考えてまして、温めてたんですね。温めてましたね、バーガーを。でこれをねある方にご相談したところ、面白いと一緒になって、このバーガーショップ茨城県内のバーガーショップを一緒に回っていただいて、今回第1回目、あ、1回目じゃないんです、今回ボリューム0と、ボリューム0なんとパイロット版、まだね今回は茨城県の北、はい、県北とそれから県央ですね、水戸中心、県北県央のバーガーショップにお声をかけさせていただいて、はい、バーガーショップだけでなんと7店舗。すごい、7店舗も、ね、7店舗も。でも茨城県内バーガーショップいっぱいあるんですね。いっぱいあるんですよ。知らなかったです。でも本当にもうそれぞれが美味しくてね、有名なバーガーショップがありましてね、ちょっとご紹介しますと、はい、日立のビーチバーガーナインさん、はい、これもう本当に海岸沿いにあって、もう夏のシーズンなんかはね、もうお客さんがいっぱいっていう、そういうバーガーさんですね、はい、それからトリップクローズさん、トリップクローズ、はい、これはもう六甲国道のところにありましてね、はい、もう非常に美味しい、ね、そうです、六甲国道ですね、はい、にあります、はい、それから水戸の駅前にあります、バックパッカーさん、はい、そうですね、一応坂のちょうどスタートする、うん、ところにありますけどもね、あと水戸からは水戸チャーシューバーガーとかね、あ、そういったところが出ます。バーガーバカで、はい、ぜひとも全国3位になった水戸チャーシューバーガーも食べていただきたいなと。食べられるわけです ね、はい、そうですね、バーガーバカで、はい、ただまあ今回はもううちのチャーシューバーガーだけじゃなくて、はい、本当に茨城県内にある美味しいいろんなバーガーショップを一堂に集めて、はい、もうどこが1番とか2番とか、もともとバーガーショップのオーナーさんは、はい、番号をつけられるなんていうのはもうそんな関係ないっていう店主さんが多いですから、あ、そうなんですか、もうそれぞれがもう個性的で自分の世界があってね、ですからもうそういう雰囲気そのまんま皆さんに味わっていただいて、はい、もう食べ比べをぜひしてもらいたいなと思ってます。じゃあ県北と今県央地域のね、はい、そのバーガーショップが集まっているということですけれども、食べ比べして、そうですね、いろんな味を楽しめる、そうです、もう 一度でいっぱいいろんなバーガー食べられる、まあ、本当にバーガーバカのためのイベントですね。でも好きな人にはたまらないイベントなわけですね。ますよ、これはもう、でもちろんね、コーヒーショップも出ます、はい、それから、アニマトさん、水戸のアニマトさんは、スペアリブとかね、はい、あとパンケーキ屋さんとか、ホットドッグさんも出ますしね、はい、そういうスイーツ系とかドリンク券も出ますし、はい、生ビールもあります。ですのでもう本当にハンバーガー片手にビール片手に、はい、ね、コーラ片手に、うん、ハンバーガー片手にご家族で、いいですね、春の一日をね、はい、楽しんでいただければ、はい、楽しい一日になるかなと思ってます。バーガーバカとは言っても、はい、コーヒーだったりとか、そうですそうです、あとはスイーツもあったりとか、はいはいはい、たくさんの店舗も出店される形なんですね。まあ、基本的に自分が食べたいなと思うところに声かけましたから。なるほど。そうなんですね。自分がもうこれで来てほしいっていう。そう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 、ちょっとバーガー食べすぎてパサパサだなみたいな、はい、なるほど、その時ちょっと美味しいコーヒー飲みたいなみたいな、ね、はい、そんな感じです。でも さっきからね、すごいそのバーガーバカ、バーガーバカとたくさん言ってますけれども、はいはい、ちょっとね、さっきから気になってたんですけど、はいはいはい、今私の手元にポスターが、はい、ポスターできました、チラシというかね、かっこいいポスターですね、すごいかっこいいデザインのポスターがあるんですけど、はい、私このイバキラピープル始まった時からちょっと疑問だったんですけど、はいはいはい、ここにいるのは私じゃなくて、
あの方なんじゃないかと思ったら、どの方ですか、こんなところにいたんですよね。ここですか、ここですか。そう、ジェームス・ヒデーキですね。そうなんですよ、実はそうなんです。はい、まさか、まさかの、はい、ジェームス・ヒデーキプロデュースです。もうでは水子さん、ジェームス・ヒデーキが、はい、あ、自分の食べたいハンバーガー集まれがこのバーガーショップなんですね。水子さん、最初にね、はい、ある方に声をかけたとおっしゃったと思うんですが、はいはいはい、ある方、この方、ジェームス・ヒデキ、なるほど、皆さんよくご存知のこの人なくては成り立ちません、はい、そして当日 DJ やります。あ、でなおかつ、はい、ミュージシャンがいっぱい当日も参加してくれます。じゃあ飲食店だけじゃなくて、もちろんもうステージがありまして、はい、もう茨城県ゆかりのミュージシャンが4組、うん、おお、そしてスペシャルゲストは、はい、スリーピーヘッドジェイミーさんというですね、夫婦デュオの、キャンピングカーで、はい、日本国中のハンバーガーショップを、茨城県だけ、はい、だけじゃないんですね、日本国中のハンバーガーショップを、旅して回った夫婦デュオがいるんですよ。でなんと、はい、これがチャーシューバーガーのお店にも来ていただきまして、まあ、それがご縁で、はい、仲良くなりまして、はい、で今回2枚目のアルバムを出しまして、はい、アルバム発売凱旋ツアー中なんですね。で、なんとこの日ブッキングしちゃいました。おお、素晴らしい。ドンと。じゃあもう、はい、夫婦デュオ もうバーガーバカなわけですね。そうだ、バーガーバカです。もちろんバーガーショップを夫婦で食べ歩いて音楽やってるという、はい、まあ、本物のバカですね。はあ、じゃあもうこのイベントバーガーバカ夫婦って言ってます、ね、大丈夫ですか、ね、大丈夫ですか、大丈夫ですか、カットないですか、大丈夫です か, ですですか。じゃあもうこのイベントのそうです、そうです、もうふさわしい、ふさわしいんです、アーティストさんなんですね、はい、うん、でもその他にももちろん茨城県のゆかりのアーティストさんが、そうですね、もう、はい、もういろんなところで皆さんおなじみのね、うん、はい、まゆさんとか、彩香ローズ武藤さんとかね、はい、あとは、DJやりますけど DJ ポップちゃんっていうね、うん、これもいろんなクラブでね、はい、活動されてますし、あとマナティというですね、はい、男の子ですけども、うんうん、彼もちょっとやりますので、はあ、これ楽しみにしていただければと思います。じゃあもう食だけじゃなくて、そうです、そうです、もう音楽やステージ長などで、もうアメリカのもう移動遊園地が一日そこに、あそこって場所言ってませんね、あ、まだね、はい、これ日立南ドライブインというですね、はい、六国ずっと日立の方に行きます、石名坂の手前の、交差点を海側に、はい、回っていただくと、はい、すぐ左側に、ドライブインがあります。日立南ドライブイン、はい、日立南ドライブイン、はいはい、そこの駐車場の一角にいきなり忽然と現れる、はい、バーガーイベント、もうね、素晴らしい一日が、そこで音楽とハンバーガーと、ドリンクと、はい、ぜひお仲間と、はい、ね、ご家族で楽しく過ごしていただければと思います。そこに1日、そのバーガーの遊園地が、当日私誕生日でして、はい、3月21日おめでとうございます、そうだったんです。全然気づかなくて結構でございますのでそれはあれですか、楽しみに待っております。気を使ってくださ い, い, やいや、とんでもございません、とんでもございません、とんでもございません。あ、3月21日、はい、お誕生日なんですね、はい、水越さん、はい、ということでございますので、ぜひとも皆さんプレゼントを持って、はい、私を捕まえていただければと思いますのでわかりました、はい、ではぜひ、その当日誕生日の水越さん、はいはい、改めましてこのバーガーバカのイベントの概要の方教えていただいてもよろしいでしょうか。これいいですか、これ、こんな感じでいいんですかね、はい、はい、こちらですね、イベント名はバーガーバカです、茨城県で初めてのハンバーガーと音楽の祭典ということですね。ボリュームゼロ、はい、ね、これが成功すれば今度は県南の方にもね、出店してまいりますので、ぜひ皆さんこのボリュームゼロを期待していただきたいと思います。3月21日、午前10時から夕方の4時まで、販売しております。まあ、なくなり次第終了ということになりますけれども、どうかお早めに来ていただければと思います。バーガーショップもいっぱい出てますし、コーヒーとかね、スイーツのお店もいっぱいあります。そして、DJ のジェームス・ヒデキさんを中心に素敵な音楽のライブステージも充実しておりますので、楽しい休日をお過ごしください。3月21日土曜日、よろしくお願いいたします。バーガーバカです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではぜひ皆さん、バーガーバカの皆さん、そして、はい、そうですね、まだバーガーバカじゃなくても、はいはいはい、これを機にバーガーバカにもうなっちゃうと
もう本当に美味しいですね、はい、もうハンバーガーはね、はい、この美味しい美味しいハンバーガーショップが一度に会する、はい、このバーガーバカ日立南ドライブインで行われるそうですので、はい、ぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか、はい、というわけで本日のイバキュアピープルはこのバーガーバカの飯田しっぺ、はい、水越さんにお越しいただきました、はい、水越さんありがとうございました。ありがとうございました。